皆さん、今のね、あんま俺、レートの画面を見せる、8デラックスでは見せることないんですけどね。まあ、あれか。レース終わった瞬間は見せてるか。まあいいや。でね、俺初めてかもしれんね。こんなすげえ高レート帯に行くの、200cc かよ。高レート帯に行くのは初めてなんでね、ちょっとね、あんま動画撮るつもりなかったんですけど、急遽ね、撮ることにしましてね。いやー、強いよね。最高8万くらいの人がいたんかな。200cc だから俺も何もできないんだけどいやー、やっぱね、ちょっとやってて思ったのがね、あ、みんな、あ、そうか、200は上ルートって聞くもんな。いやー、やっぱ実力ゲーなんだなって、ね、思ったんですよね。何レースかしててね、いや、速い人っていうかレート高い人やっぱ上手いなって、まあ立ち回りが本当に上手いんだろうなってね、思ってきましたんで、危ない。さあ、ちょっと 200cc ならさ、もうちょっとあと次のレースから動画にしたらよかったんですけど、もうやっちゃったんでいいか。で、上ルートを行ったらいいんですかね。てかもう200だったらあんまドリフトとかむやみにせん方が強い説はあるよね。さあ、その赤コーラが食らっちゃうんだ。なるほど。さあ、トゲゾー行きますよ。トゲゾー行っても、あ、1位が独走してんのか。これ結局、あ、でも1位は回避できんかったら、うわー、相手も2回とも足りんかったら、回避できんかったら結構追いつける気がするんだけど、追いつけてないんか。そんなに追いつけてないね。怖すぎ。パックン投げはいたね。あー、ちょっと絡まれたけど、6位くらいはいけるか。あー、落ちちゃった。落ちちゃったなー。まあ7位か。まあ、は？はは？ふざけとる。そんなクソ早い緑コーラ見えんし、やめて、本当にいじめないで、本当に。ウィニング。やめて。8万の人抜けてるような気がする。まあいいや。なんか、前にごっついカスタムいるけどな、珍しいっすね。いいっすね。もしかして、ツルツルツイスターを読んで、そのカスタムにしたんかな。ワンチャンそういうのもあるんですかね。うん。あ、ミスった。やばい。最近、そう、よかった。DS をやったから、ちょっとスタートらしく狂ってきたんだよな。セブンもね、そこそこ最近にやったからさ。てか 200cc と 150cc の速さ全然違うんだよな。もうマジわけわかんなくなるからやめてほしいんだよな。まあ、そんなん言ってももう遅いと思うんですけどね。あ、ちょっと待って、ここだ。あー、そんな大回りするんだね。意地悪だな。なんかみんな、なんかスーって走っていく感じになってるんだけど、もうみんなここでアイテム交換すると、あ、いや、取られちゃった。そんな感じにしてるんですか。コイン欲しいんだけど、ここコインないんだ。あ、そうなんだ。ちょっともうこれ出遅れた気がするんでね、まあ、ゆっくり行きたいなと思ってるんだけど、ゆっくり行きすぎたらね、結局は、離れちゃいすぎて、追いつけなくなっちゃうからね、キラーとか欲しいんですが。まあ、結局1個アイテムのところでサンダーね、あんま、なんかイメージないからね、まあ、ここで、俺は使い方ができない、うまく使えないのでブッパするんですけど、なるほどね、いいアイテムですが、1位独走してるよね。まあそうなっちゃうんだよね。致命傷なんだよな、アイテムが取れないのは。今欲張らんかったのに取れんかったっていうね。もうさっきから緑コーラもう怖すぎ、恐怖症になります僕、そろそろ本当に。しかもミスってるわ。まあいいや。もう、緑コーラのこと警戒したら次は青コーラですか？もう、このゲーム難しすぎ。おっと、僕が出しちゃっていいですか？ってか、なんか人減ってね、これ。使って、いいアイテム引けないのか、これ。で、生き方は、あれ？どうだったっけ？あれ？違う。あれ？どうだったっけ？忘れた。もうやばい、ちょっとここ練習し、もうやめて、ジュゲームさ、挙動不審になるのさ、ボロボロなんだよな、本当に。もうちょい練習したコースが来てほしいところですね。やっぱ実力ゲーなんすよ。いや、強いな、この部屋。あ、でも9000の人らもいるんだ。でもその人らに負けたくねえな。さあ、ぷくぷくビーチ。これは、そう、最近 DS でやったコースなんでね。まあ、でも、8デラックスと DS って全然立ち回り違うと思うんですけどね。
まあまあ、でもまあ、てかまあ、ちょ、待って待って、俺、何連続でミスってる？やばくない？あれ、おかしいなぁ。くっそー。ちょ、やっぱ、他のゲームに浮気したら、すぐ忘れちゃうんだよなぁ。やっぱ、俺の記憶、短期記憶なんだよなぁ。くっそー。でもちょっとやったらまた思い出すんだけどね、多分ね、多分、いや違う、今回は部屋が強いから、うん、俺がちょっとねビビってるんだよ、ビビって負けちゃってるんだよね、精神で負けてる、そういうところありますからね。ちょっとメンタルクソ雑魚なんでね、クソ雑魚になってダメなんですよ結局ね。これはバナさんにしといた方がいいわ、うん、メンタルクソ雑魚なんで本当にそれをやめた方がいいんですよ。皆さんもね強い心を持った方がね勝てますよ。これあんま飛ばない。あんまり飛ばないんだね。そうなんだね。でもちょっと、やっぱ2位か。そう。なんか、最近ね、すごい方のね、ブログかなんか、なんて言ったらいいんかな。わからんけど、まあ、それを見ましてね。まあ、勝つためにはね、やっぱね、そう、メンタルも大事だし、まあ、なんか、あれですね。そう、1位を突っ走るのではなくてね、こういう2位とか3位、こういうって間違えてるな。2位、3位を狙う感じが、なんか立ち回り的にはいいらしいですね。なんて書いてたっけな、忘れた俺。まあ、とりあえずね、そう、そこら辺なんですよ。注意じゃなくて、まあ、ここら辺でいいアイテムを保持しつつね、そう、1位が潰れるのを待つみたいな、そんな感じがいいんですよね。セブンから逃げたいです、僕も。さっきまで1位走ってたのにな。何がダメだったんだ、今の。俺なんか頑張ってた気がするな。なんかで頑張ってたよね。何で頑張ってたっけ。あーやめて。あーこういう1ミスでさ、本当に8デラックスってさ、変わるからね。これ、盗んだ方がいいわ。さあ、盗め、その木のさ。あ、ブーメラン盗んじゃった。あー、セブンから逃げたい。セブンから逃げれませんでした。あー、なんか入ってきてるな。いつの間にか入ってきた。でも3万の人いるんだ、俺の視聴者の中に。あれもう4レース目でしたっけ。ちょっとなんか本当にクソみたいな試合しかできてないんで申し訳ないな。いや勝ちたいんだけど勝てないんですよね。あ、そう、そのブログなりなんなりの話の続きするんですけどね、やっぱさ、なんでもさ、なんかを極めてる人ってね、大体さ平均的にね頭がねいいんですよね。うん、てか普通に文章力あって、あ、すげえなって思いましたね。僕もそうなりたいなと思った次第でございます。はい、よろしくお願いします。僕はちなみにマウントを取るとしたら換金5級を持っているとしか、語彙力でマウントを取ることができません。よろしくお願いします。ついでにマウントを取るとしたら換金4級と換金3級に、換金4級はあと2点で、あ、あと1点で落ち、換金3級はあと1点、あ、あと2点で落ちるという、そういうミスをしましたね。はい、すみませんでした。そして神々なのでね、僕はバカなんです。はい、エフラン大学生です。よろしくお願いします。あ、ミスった。だから喋りに夢中になってるとさ、できなくなっちゃうんだよこのゲーム、本当にさ。もう助けて、キラキラキラ、つかか。そのキラーが消えた瞬間に使う、そのキラーが消えた瞬間に使う。ここどうだ、頼む、サンダー打開させて、お願い。もう一回下。え、ゴミー。あー、でも当たってくれた。もう一丁当たれ。終わったわ。ここで2個アイテム取る？取って。弱いアイテムが。あー、それ当てちゃうわ。ごめんね。あー、でも、まあ。とりあえず5位か。いや、ちょっと今日ね、微妙なレースばっかりなんで、もう一試合やるわ。セブンから逃げろ。強いな。やるな。ラストにふさわしいコース来たわ。頑張るわ。まあ平均的に3万くらいかな、この部屋ね。で、走った感想なんですけどね。完走した感想なんですけどね。いやー、うまいね、本当に。まだまだ俺はね、たったの200時間しかやってないっていう、そう、200時間って多い方だと思うんですけどね。うん、いやでもそれでもまだまだダメですね。うん、これではカンスト目指せませんね。目指してないですけど目指してないんだけど、いや本当にもうちょっと勝てるようにはなりたいな。うん、
ね、なんかまぐれで5回に1回は1位を取るくらい、いやそれは言い過ぎかもしれんな、それは結構難しいこと言ってるかもしれんな。いやとりあえず、あーはー、なんか新しいショートカットで生み出したらよかったら、まあいいや、まあ、もうちょっと本当にまあ安定して上位取れるようになりたいね、うん、一番はそれかもしれんね。そう、1位を 連発というか、なんだろうな、まあうん、まあ、そうです、はい、もう言うことはありません、うん、ちょっと今日はなんか あんまり頭が回ってないようなんでね、コインも取れねえ、あーコイン取られる、どうしよっかな、これ OKOK、 とりあえずアイテムは取れる取れないもね、ちゃんとしていきたいかなと思っております、うん、どういくのが早いんだ、これ2個アイテム取って邪魔して、うーん、まあコインも多い気がするけどな、とりあえず、あーしまった、もっと早く使うべきだった、ミスった、アイテムの使いどころだよな、それもちゃんとしていかなあかんし、ライン取りも勉強していかなあかんから、まだまだやらなあかんことは多い気がしますね、はい、うん、まあ、生放送もねしようかなと思うんでね、皆さんにどういう立ち回りがいいかも聞いていきたいと思うんですけど、これ、ナイサンすぎる、ありがとう、マジ神さんだ、ありがてー、ありがてー、ミスんなよ、あ、ミスった、いや、ミスってない、ミスったけどミスってない、怖すぎ、マジで、あー、ありがとう、ありがとうマジ運高いした。でもそう、そう、そのブログにも書いてありました、運高いもね、そう、実力なんすよ、そこでね、運を使い切ったと思わずにね、そう、メンタル強く持ってね、生きていきましょう、皆さん。というわけで、ありがとうございました、サンダー。